10月に死去したタイのプミポン国王の後継者として、ワチラ・ロンコン皇太子が即位しました。新しい国王の誕生は70年ぶりです。ワチラ・ロンコン皇太子は昨日の夜、暫定議会の議長らから新国王への即位要請を受け受諾しました。これにより新国王ラマ10世が誕生しました。 大冠式は来年10月以降になるとみられるプミポン国王の火葬の後に行われるということです。バチラロンコン皇太子は国王が死去した後、国民と悲しみを共にしたいとしてすぐには即位しない意向を示し、国王不在の状態が1ヶ月以上続いていました。タイ政府は即位の日についてプミポン国王が死去した日に遡って10月13日にするとしています。